皆さんこんにちは EasyJapanese へようこそこの番組では毎日の出来事や旬なトピックを少しだけゆっくり簡単な日本語でお送りしますもっと自然な会話を覚えたいでも映画やテレビでは難しすぎるという方に台本なし編集なしのより自然な日本語をお届けしますポッドキャスト YouTube にチャンネルがありますのでお好きな方でお楽しみください では今日もよろしくお願いします。はい。ということで始まりました EasyJapanese 記念すべき第1回目の収録になります。今日は2021年1月26日火曜日ですね。今日は結構天気がいいです。冬なので 結構寒いんですけれども割とね今日は春っぽい陽気で気温もそうですね5度ぐらいはあるんじゃないでしょうかということで早速第1回目の収録をしていきたいなと思います第1回目は、まあ、なんでねこういう収録を始めたのかというお話をしたいなと思っています実はですね 僕はこの EasyJapanese の他にも、Podcast とか YouTube とか、あの、チャンネルを持っているんですけれども、その中で聞いていただいたり、見ていただいているお客さんの中で、結構ね、外国人の方が多かったんですよ。全部ね、基本的には日本語で発信をしているんですけれども、聞いていただいている方に結構外国の方が多くて、その中の方から、 コメントをいただいたりすることがあるんですけれども日本語のね勉強のために聞いてますとそういう方がいらっしゃいまして僕の中では結構びっくりしたんですけれどもあそういう方もいらっしゃるんだなということでまあすごく勉強になりまして逆に僕もなんだろうな英語を勉強したりとかスペイン語を勉強したりとかっていうことが昔ね あったんですけれどもそういう時になんだろうなうん YouTube とかあのポッドキャストまあそういうのがまだなかったんですけれども10年ぐらい前ですかねその頃はなかったんですけれども今でもですね結構勉強したりとか何か調べたりする時は英語で調べたりとかそういうことでこうリスニング力とかまあ英語の力ですねスペイン語の力とかを 維持していく。維持するっていうのは、まあ、なんだろうな。キープしていくというかね。そのまま、こう。難しいですね、これ。<laughs> あの、そういう、ちょっとね、難しい言葉が出てきたら、簡単な言葉に置き換えて、日本語でね、基本的にはやっていきたいなと思っているんですけれども、まあ、今、何といっても初めての収録になるので、ちょっと、ダメなところがあったらね、 コメントとかいただけたらいいかなというふうには思っているんですけれどもそうですねまあ自分の YouTube ポッドキャストを日本語の勉強のために聞いてるよっていう方が結構いらっしゃったので逆にねこういう専用のそういうチャンネルを作ってみてはどうですかということで始めたのがこの EasyJapanese というチャンネルになります結構あの日本語の言葉の 表現とかフレーズを教えたりとか英語で喋って日本語で喋ってみたいなそういうチャンネルは結構あるんですが全部日本語基本的には全部日本語ですねでこう完結する完結するっていうのは最初から最後までずっと日本語英語を使わないっていうことなんですけれどもそういうチャンネルが意外とないなと思いまして 普段の、ね、こういう日常会話とかあとはこうやってしゃべる時に「えー、っと」とか「うーん」とか「ああ」とかそういうまあそういうことですよねつなぎのフレーズ英語で言うところの「well」とか「let me see」とかそういうことになるんですけれどもそういう表現も意外となんだろうな教科書とかだと省略されてしまってすごくきれいな人が なきれいっていうのは声が喋り方が綺麗な人が例えば「おはようございます田中先生」みたいな,なんかそういうナレーションがすごくこう硬いというかそういうのばっかりだなというふうに思うので結構日本語の勉強をされている方とかより自然でナチュラルな表現をされたい方っていうのはこうしてね YouTube とかポッドキャストを聞いてる。 方が多いいいいんじゃないかなかという,ふうに思います僕も実際に YouTube とか映画とか、まあ、テレビとかねをスペイン語とか英語とかで聞くことによってその言葉の独特な表現とかあとはスラングとかそういうのをね覚えたりしてたってことがあるのでこうやってね EasyJapanese 簡単な日本語ということで発信することで皆さんのお役に 立てればいいなというふうに思っていますあんまりね難しいことは言わないようにできるだけ簡単にいつものことを紹介したいなというふうに思っていますまあ、本当に初めてのことになるのでどんな形でねこれが進んでいくのか分かりませんができるだけ毎日繰り返してね毎日毎日投稿できればいいなというふうに考えています このチャンネルは YouTube と Podcast でね、配信をしようと思っているので、それぞれフォローとかね、チャンネル登録をしていただいて、あと YouTube の方はね、コメントとかもできるので、そこで質問だとか、あの、意見とかね、リクエストをいただければ、それはまた嬉しいなというふうに思っています。今日はですね、今からご飯を作ろうかなと、 思っているんですけれども野菜がたくさんあるので味噌汁とご飯を作って日本のね食事をしようかなと思っています皆さんは今日は何を食べましたかもしくはこれから何を食べますか簡単な日本語でもいいので今日私は何を食べましたみたいなね ことを練習できればいいかなというふうに思っていますけれども僕は今日は今からお昼ご飯に味噌汁とご飯あとは焼き魚ですねを作って食べようかなと思っていますまあ第1回目の放送なのでちょっと短めでねこういうことをやりますよという形でお送りするんですけれども基本的には日記みたいな感じですね でお送りしたいなと思っているので皆さんこれからもどうぞよろしくお願いいたします今日も最後まで聞いていただいてありがとうございましたこの番組は毎日の出来事や旬なトピックを少しだけゆっくり簡単な日本語でお送りしていますポッドキャスト YouTube で配信していますのでフォローチャンネル登録をよろしくお願いいたします それではまた次回の EasyJapanese でお会いしましょう。ではでは。